はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。権現です。とそれでは大航海時代の実況の続きをしていこうと思います。前回は王様の依頼をね、無事にクリアして、で船を買い替えるためにサントドミンゴでサンゴを買って、でまあロンドンで商品を売って、でここねセビリアにまた戻ってきたんですけれども、今回買いたかった船はこのねガレオンですね。こいつをちょっとね新造しましょうか。積載700ですね。で、材質は当然マホガニで、マストは何本にしたらいいのかっていうのはよくわかんないんですけどね、私まあ多い方がいいのかなと単純に思いますんで、でまあここはまあ四角砲でいいでしょう。旋回が48、ちょっともう一回見させてもらっていいですかね2本だと推進力が若干落ちて旋回能力が上がる。3本四角砲、まあまあいいでしょう約2万枚。これ値切れます？値切れませんね。じゃあ、定価でね、買いましょうか。3本マストの資格を。まあいいでしょう。で、大砲60もまあ、マックスね、積めるようにして。ですね。大砲60、そうですね、まあ60門か、まあ、そんなにいらないんですけどね。あの船員を乗せられる数があの心臓すると、まあ自分でね決められるわけなんですが、160で、140で500、100、どうしようかな。そんなにね、あの極端な人数はいらないんで、ガレオンか、まあ、90人ぐらい乗せられればいいでしょう。いらないかな、こんなに。迷うな。まあいっかこれでいいでしょう。そんで船の名前なんですけれども、ちょっと実況前にね、考えたというか、もうそろそろね、星の名前もね、あんまり私詳しいわけじゃないんでちょっと調べました、ネットで大航海時代自体のその攻略サイトとかは当然見てないですけど、星の名前はねちょっとそろそろネタがないんで、アークトゥルス、本当はアークトゥルスっていうのが正しいらしいんですけれども、アークトゥルスでも間違いではないということで、でさらにね文字数もこれでぴったりなんで、アークトゥルスで、アークトゥルス、これでいきましょう。 OK です。で武器をね積んじゃいます。かっこいいですね、ガレオン。もうこれはねカノン砲で、で忘れちゃいけないのが選手像ですね。あれ違う、修理じゃない、改造ですね。ここではネプチューンまで付けられるんですけど、ネプチューンはおいくらでしょうか。32,000、高い、買えません。しかもじゃあまあライオンでいいでしょう。これならねまだ買えるんで
それで、SWIFT のね、再編成をしないといけないんですけれども、アルナイルに40人、50人、50人で動かせますかね。まあ、大丈夫でしょう。これでいいです。そしたらば、ちょっとね、さっき酒場から出ちゃったんですけれども、情報をね、また聞きましょう。チュニスであなたを探している人がいるそうよと。チュニスですか。そうですか。仲間は？ファスコ。ファスコはどうですか？そろそろ仲間になれませんか？いいぜ。よし。来ました。ファスコさん。ですね。この人は、以前もね、仲間にならなかったんですけど、まあ、ちらっと出てきたんですが、おそらくバスコダガマだと思います。セランはな、あんまり使っていかないんですよね、実は。ファスコはまあ使いたいですよね、当然。じゃあすいませんけれどもって感じなんですがね。バルボアもまあ育ててきたんでね。どうしよう。悩みますね。まあ、後で考えましょう。で、ここセビリアでは、サンゴとか売れますかね？安いですね。あとは？そうですか。じゃあ、とりあえず、あ、そっか、チュニスじゃ売れないんですよね。で、残りの金貨が1万6000枚か。まあ、か。そういえば金、ごめんなさい、金をね、まあ、持ってるんですけど、どっかで売ろうかな。どうしようかな。あれ、14日しか行けない。14日でセビリアからチュニス。まあ、いけるかな。それでですね、まず人事で、提督をね、先ほど買ったバルボアじゃない、アークツルスに乗せまして、で、バルボアを、ファスコと交換しましょうかね。で、ミゲルとマルコはまあずっとね初期から使ってますんで、これは変えないで、でアムルもね、まあ、ちょっと私のお気に入りのキャラなんで、まあ、これでいきましょうかね。で、忘れちゃいけないのが分配ですね。
今回はミゲルは大丈夫。バルボはもういいです。アムルはもう大丈夫。で、ファスコ。ドーンと。71。ちょっと低いですね。ちょっとプライドが高い人ですね。じゃあ、500枚ぐらいでどうでしょうか。うん、いいでしょう。あれ ?100 になってないですね、多分。96。しょうがないな。じゃあこれでいきましょうか。で、まあチュニスに行く前にですね、どうしようかな。バレンシアでサンゴとか売れませんかね。やっぱりあのサンゴとか象牙とか金とかっていうのは、ここあの地中海よりも北欧の港の方が割と高く買ってくれるんですよね。あ、過ぎちゃった。バレンシア過ぎちゃいましたね。まあ、いっか。まあ、とりあえず、チュニスに向かってみましょうかね。8日目。まあおそらく移動はしてないとは思うんですが、あれ、ここどこでしたっけ。ああ、ちょっと地中海もなんか久々な感じがしますね。じゃあまあ行ってみましょうかね。あ、いましたね。何でしょう。ピメント。またピメントですね。111。なるほど。まあ、受けますよ、当然。ピメントですか、今回は。今回もか。仲間は、ソリス。どうですか、ソリス。いいぜ。お。またなんか、ちょっといかついキャラがね。ソリス、まあレベルはね、やっぱり、まあ、多少、まあ戦闘がレベル4、航海がレベル7、まあ、初期のね仲間に比べれば当然レベルは高いんですけれども、まあ使っていくかどうかちょっと分かんないですね。もうこれ以上は仲間にならないので、じゃあバルボアさん、まあ使ってきたんですけれども、ここチュニスでお別れしましょうかね。あ、でもレベル10か。セランは？あ、セラン、まあしょうがないですね。せっかくね、サントドミンゴから来てもらったんですけれども、じゃあチュニスでねお別れしましょうかね。セラン、うん、お元気で、さよならと。まあいいか。アセーフじゃない。まあピメントはね、以前アラビアにね買いに行ったんですけれども、またバルボアの色違いですね。色違いっていうか、
ちょっとあのしかめ面になったような感じの人だったんですが、そしたらどうしようかな。サンゴと金を持っていると、で金貨が24,000枚、あ、またね、あのアラビア半島の方に行ってもいいんですが、あ、水積んでないですね。失礼しました。確かあの新大陸もでもあの売ってたと思ったんですよね。いつもここ間違えますね私。さてどうしよう。14日、ちょっとさっき通り過ぎちゃったあのバレンシアに寄ってみようかな。なんで通り過ぎちゃったんですかね。あ、ここならばまあ、まあいいでしょう。もうちょい持ってましたよね確か。まあ売っちゃいましょう。で今47,000枚。このまま出航すると10日、10日か、まあ行っちゃいましょう。本当はもう一隻ね、あのガレオンを作って向かいたいところではあるんですけれども、強いですね。もう一隻いますね。彼は、ああ、これもまた。やっぱりあの、ゲームの年数が進むと他の国の船もどんどん強くなっていくみたいですね。戦闘もね、仕掛けていきたいところではあるんですけれども、もうちょいね、船を強くしてから
にしたいかななんて思うんですよね。それではね、ちょっと補給をね、しましょうか。金貨が4万7000枚で、まあ、以前と言いますか、前回、ピメントをね、買いに行ったときは、水と食料を各船ね、100樽ずつ積んで、航海をしてたんですね。まあ、かなり余裕を持った日数にはなるんですけれども、あ、違う、94か。で、確か水夫の数も同じだったと思いましたので、まあ、こんな感じでね、今回も、あ、違う。やっていこうかなと。これで40何日いけるんですよね、確か。あ、もう全然大丈夫ですね。そしたらば、じゃあちょっとね、情報を行きましょうかね。まあアラビアですよね。うん、まあ地中海では売ってないと。じゃあ今回もアラビア行きましょうかね。アラビアっていうかホルムズですね。遠いんですよね、これが。そしたらば、まあ、武器ですね、当然。78とかいかが？無理？あ、いけますね。じゃあ200タルで。カシオペアに、80枚ってどうでしょう。いけますね。まあ、ここもじゃあ200で。で、お金が7000枚か。食費がないですね。そしたらば、これで、4万枚か。よし、これでじゃあ今回は行きましょうかね。で、その前にちょっと国の情報を見たいんですけど、イスパニア情報は、あー、かなりなんか敵対なってますよね。やっぱりボルドーずっと私やってますからね。67っていうのは結構敵対心高いですよね。で、イスラムは国同士がね、争ってるんで、まあこれもね、狙われちゃうんですけど、ちょっとじゃあしばらくは投資はできないですね。困った。ちょっともう一回確認させてもらっていいですかね戦闘レベルは6、仲間はマルコが1なんですよね。まだミゲルが7、アムルは戦闘が5、
で、ファスコさん、強いですね。一番強いですね。仲間の中で。なるほど。わかりました。そしたらですね、今回はここで終了したいと思います。で、次回ですね、ピメントを買いにまた、アフリカ大陸を、まあ、ぐるっと回って、まあ、中近東及びアラビア方面にね、向かいたいと思います。はい。それではね、今回ここまでご視聴いただきまして、ありがとうございました。まあ、なかなかね、思ったように、お金もたまらずに、やってますけれども、まあ大丈夫でしょう。ね。大丈夫かな？うん、大丈夫だと思います。はい。まあ次回もね、まあ頑張ってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、権現でした。